これをやってるとね、真夏が怖くなってきた。ちょっと暑くなるのは辛いな。でもこれやっぱり、やっぱ晴れがいいですよ。イカの香りがめちゃくちゃ増してます。そしてニンニクとの相性抜群ですね。これ想像を絶するようになっちゃいましたね。これおバカな量になっちゃってる。サバやさホタテやアサリのハーモニーですね、なんや今のは。逃げてった。雨の音してますね。はい、目的地の方到着しましたね。今日はね、伊木山フォレストさんの方にやってきましたね。おお、新しそうないい感じのキャンプ場になりますね。めちゃくちゃ楽しみです。なんかでっかいブランコあるぞ。ああ、キャンプ場内からね、犬山城が見えてます。これ気になったった。なんじゃこりゃ。レンタル自転車あるんや。へえ。サイトの方決まりましたね。
ナンバー5になりますね。小屋。そうそうそう。動画内でね、見てね、チェックしてたんですけど、予想よりね、広くて良かったです。今からね、テントの方を広げていきますね。犬山城ちょっと見えなくなっちゃいましたね。悲しい。でもね、日差しが暑い。もうね、服かなり脱ぎましたね。中めっちゃ脱いだ。冬仕様になってましたからね。よし、立てていきましょう。よいしょ。一つ一つの動作がね、熱くなりますね。これをやってるとね、真夏が怖くなってきた。汗だくになってね、テント立てなきゃダメになりますからね。大変なのよ。焼肉テントやな、ほんま。おお。よし。こんだけ天気がいいと、いろんなもの出せるからいいね。はい、設営の方できましたね。あ、いい感じです。風が抜けるようにね、ちょっとね、後ろの方もね、ちょっとパップしましたと思ったらね、ちょっとね、曇ってきたんで、ちょっと涼しくなりましたね。ちょっと曇ってるぐらいの方がいいですね、やっぱり。そしてもうちょっとお腹も空いたし、喉も渇いたんで、リンゴの方食べていきます。あー、リンゴ美味しいですからね。このリンゴね、箱売りで安かったんですよね。うまそう、蜜入ってる。あー、めっちゃみずみずしい。うまい。リンゴジュースですね。好き、食べるか。よし。よし。さあ、もうリンゴも食べましたけどね、おはぎ食べちゃいます。お腹すいた、もうお腹すいて、ね、ペコペコです。そして気温の方ね、21度ぐらいまで上がってますね。もうちょっとね、汗ばむ感じです。暑いですよ。しかもね、冬仕様のね、服装ばっかり持ってきてるんで、もうね、春仕様に変えていかなきゃダメですね。ああ、もう春ですね。いい季節やわ。ちょっと暑くなるのは辛いな。でも俺やっぱりこの暑さよ、これ以上暑くならないでほしいですね。うん、うん、うまっ。Thank you.
日も沈み出してますね。日がでもね長くなってきましたよね。あーめちゃくちゃいい時間を過ごせてますね。今日の晩ご飯はそして本引きカレーになりますね。カレーです。もうねキャンプといったらカレーっていうぐらい王道ですよね。その王道を作っていきたいと思いますね。今日は海鮮にしていきたいと思います。サバ缶玉ねぎ3玉使っていきますね。どんなカレーになるか楽しみですね。うわ、ニンニクのいい香りがしてるわ。具材が多すぎたら混ぜるのが大変になりますからね。それがちょっと心配。よっしゃ、火の方つけていこう。よっしゃ、お米の方炊いていきますね。米炊いて、お米を入れてと。今日は2合になりますね。2合炊いちゃいます。2合足りるかちょっと不安ですけど、まあ2合でいいでしょう。よいしょ。これミスティンと、おお、ミスティンと違うのがね、これね、保温しなくていいところですよね。蒸らしがね、もう勝手にやってくれるっていうのがありがたいですね。土鍋のいいところです。よっしゃ。おー、ついた。さすが。あったかいと違いますね。全然違う。つくのがめちゃくちゃ早い。蒸発してるのが早い、早いっていうかね、やっぱ気温でもう蒸発勝手にしてくれてるんでしょうね。よっしゃ、 OK、 これで待つだけ。みじん切りにしていきますね。あ、いや、なんじゃこれ、なんじゃこれ。よし、火の方をつけていきますね。ついた、ついた、つきましたよ。めっちゃ早い。っていうか今日サイドに置いてないから、あかんわ。よくよく考えたら出してこよう。忘れとった、これで囲むとね、だいぶ違いますよ。全然変わってくるから。よいしょ。よいしょ。久しぶりの感動ですね。これ見てください。乳化してないですよ。白くなってません。固まってませんよ。この気温の時期が来た。嬉しい。あー、これは嬉しいわ。暖かいって証拠ですからね。これついこの間まだもう固まってましたからね。サラッサラ。さあ料理していこう。まずはオリーブオイルの方を温めてきますね。ニンニク油作っていきますね。ニンニク油でね、玉ねぎの方炒めちゃいます。飴色ってやつですね。よっしゃ、
ちゃいますよ。おお。めちゃくちゃいい香りですよ。うまそう。火力強い。よっしゃ、玉ねぎ入れてきますよ。あちゃ、あちゃ、熱かった。かなり強烈や、火が。久しぶりね。でもね、この天気のいい日に恵まれて最高ですね。やっぱ晴れがいいですよ。ほんと晴れがいいわ。ニンニクのいい香りしとるわ。ナポリタン作りてえ、これで。うまそう。ああ、こんだけ玉ねぎあったらナポリタン美味しいでしょうね。よし、もうね、だいぶいい色になったので揚げていきたいと思いますね。次はね、じゃがいも、オクラ炒めたいと思います。よいしょ。よっしゃ。みじん切り生ニンニクでね、イカの方もね炙っていきますね。これね、イカはね、これニンニクでやっちゃうと美味しいっすよ。めちゃくちゃ美味しいのよこれ。イカ入れてきます。イカはね、焼いて香りをねもっと引き立てますね。うまそう。やば、おイカの香りが増してますね。イカの香りがめちゃくちゃ増してます。そしてニンニクとの相性抜群ですね。これめちゃくちゃ香りがいい。このね、内臓が出てきてますが、これも全部使っちゃいますね。よっしゃ、火からあげよう。よし、玉ねぎとね、このじゃがいも戻してきますよ。裏や裏、裏取らしちゃった。本引きカレーの方はね、これ2、3皿分で1袋って書いてますね。そして水が300、1袋に対して300ですね。よしよっしゃ。粉なんすよこれ。なんかね、本格的っぽいっすよね。あら、600無理かな、これどうだろう。
よし、かなりねグズグズできましたね。日の方もね落ちて真っ暗になってきました。何回もね水継ぎ足してます。もうこれぐらいでいいでしょう。ここにねサバ缶とホタテ、アサリの方入れていきますね。そしてルーの方入れていきます。説明とはねちょっと違う順番になっちゃいますけど、ルーの方入れちゃいますね。よっしゃ、2袋入れて、ちょっと混ぜちゃいますね。とろみがつく前にね、っていうかこれ火をねめちゃくちゃ遠くしないとこんな焦げちゃうわ。とろみがついたらね速攻焦げ出しますからね。うまそう、うまそう、もう香りがやばいですね。めちゃくちゃ香りがうまい。やばいわこれは。ちょっと待てよこれ、ちょっと待てよこれ、やばいやつですね。焦がすやつや。ここでねまずはサバ缶の方を入れていきますね。水煮になります。で、ね、サバ缶って栄養があるらしいですからね、うん、このね水もうまいんで、これ飲んでみたらこれごと入れちゃいます。全部入れちゃいましょう。サバ缶は2個、2個入れちゃいますよ。よっしゃ、ホタテですね、ホタテも入れて、よっしゃ、そしてアサリですね、アサリも全部いっちゃいましょう。もうね全部いっちゃいます。ここでちょっとね混ぜちゃいますね。うわ溢れそう。ちょっと待てよこれ、とろみがつくまでね、後でグツグツしちゃいますね。うわ溢れるわこれ、やばい。ちょっとね想像を絶するようになっちゃいましたねこれ。おバカな量になっちゃってる、やばい。水分飛ぶかな。ちょっととろみを早くつけてほしいです、ついてほしいですね。だいぶとろみついてますけどね。できましたよ。さあ食べていきましょう。今日のワンちゃんご飯は豚軟骨とじゃがいもになりますね。豚軟骨どん、うまそう。なんやなんや今のは。逃げてった、なんかおった、いる、野犬、何あれ、タヌキ。よしオープン。おー美味しそうですよ。ちょっとね時間が耐えてからねもうずっとグツグツしてたんでちょっと湯気が出ないな。うまそう、ちゃんとね美味しそうです。あ、下の方はちゃんと湯気出ますね、暖かそうです。よし、カレーの方かけてきますね。おりゃー、うまそう、香りがねめちゃくちゃいい。このカレー、このカレーおすすめですね。めちゃくちゃスパイシーでしたよ。腹減った。このねカレーの匂いってほんと食欲が出ますよね。うまそう。玉ねぎもねいっぱい入ってますから美味しいはずやわ。よっしゃ、ここにねイカとオクラ乗せたいと思いますね。よし、シーフードカレーの方ね完成しましたね。嬉しい。早速実食タイムですね。いただきます、いただきます。さあ濃いめのレモンサバいただきますね。おお、美味しそうですよ。ぬる、
ついこの間までキンキンに冷えてたんですけどね、常温でもぬるいわ。もうへえ、こんなに違うんですね。あ、そこは何よりもカレー食べていきましょう。さあちょっとオクラちゃんどかしてもらって食べていってみましょう。どんな感じや、うまそう。たまりません。さあ行っちゃいますね。うん、うん、めっちゃうま。うん、めっちゃスパイシーですね。スパイス感がめちゃくちゃ出てる。このカレーいいわ。うん、あーあー、もうこれガツガツいけるタイプやわ。キーレンジャーになっちゃう。腹減ってるから余計うまい。これね、ホタテも入ってるけどね、ホタテそんなになんかいい仕事してる感じがないですね。うん、ああもう持ち上げちゃおう、食べていこう。ああ最高ですね、ほんと。うん、イカ最高。イカの香りめちゃくちゃ広がるわ。魚介がやっぱ美味しいっすよ。このカレーにまた違った売りがあるんですよ。洗い物が楽っていうね。油をねそんなに使ってないらしいですよ。だから洗い物がめちゃくちゃ楽って書いてましたね。うん、キャンプの時ってね、油物って溶けにくいですからね、お湯が使えないから。うん、サバやホタテやアサリのハーモニーですね。うん、皆さんはねこのカレーを食べる時はね、福神漬けですか、それともねらっきょうですか。よかったらねコメント欄に書いてやってくださいね。私今日はね、今日の気分はらっきょうでしたね。カレー屋さんに行くとね、いろんなピクルスがあるから楽しめて美味しいですよね。あの一回ねパイナップル出たこともあったな。ピクルスとして、ピクルスじゃないけどパイナップルですね。美味しかった。若い頃の私ね、パイナップルめちゃくちゃ食べた覚えがありますね。うん、さらばとも言っときましょう。スピン。よっしゃ。水、水、水。あずき。はい。あずき。ちょっと引っ張られすぎて。ああ。今日も無事ね終わった感じですね。あーよかった。あーもうねお腹いっぱいになったらね、いつものごとく眠たくなりましたね。眠てー。あーワンちゃんたちも一生懸命食べてくれてますね。ありがたい。
久しぶりね。でもね、この天気のいい日に恵まれて最高ですね。やっぱ晴れがいいですよ。雨の音してますね。もう明日の朝か雨かな。朝からじゃない、今から雨かな。撤収雨もしかして。やばい、あずき助けて、あずき、あずき助けて、助けて、助けて。